ちゃ、こんにちは。ひださん、もう日本中が今これですよ。これじゃないの？ね、なんで数えるときやらしい。やらしい。あ、違うの、これか。違う。あ、これか。嫌ですよ、ヒット打ってなんかこんな金額こんなやられたら。いいです、そのジェスチャーいいですね。いいですね。何が？ホームラン1本いくらだよみたいな書いてくれて。今こうやってやって分かる人いるか？銀行。銀行で分かるっていうのがすごいよ。今こう昔はねこうですよね。こうですよ、そうですペッペ。舐めてましたからね。そうピヨン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 。そうですよ。それ昔のそのジェスチャー見たいですけど。まあね、いや今はもう全国的にもこれが。ああ。やってさ、そうですよ。ペッパーグラインダー、ペッパーミル。ねえ、ヌートバー。ヌートバー選手が大活躍ですよ。ね、まあ、大活躍っていうのもそうだけど、はい、大人気になったな。人気、愛されキャラ。いや、やっぱりあれだけ一生懸命やってくれると、すごく好感持てるしな、はい。しかもですよ、この我々の動画はいち早くヌートバー選手とはどういう選手なんだというのを実は動画で配信していたの覚えてますか？覚えてるって俺が見て話してるから覚えてる。みんなに言いなさいよ。覚えてますか？そうです。ぜひそれも合わせて見ていただきたい。 その動画も今じわじわ来てるんですよ。あ、そうなの。我々のところにもこの。いやだけどなんか俺が必要ないんじゃないかって言ってない言ってないよな。いや一言も言ってない。わからないから、もしあれだったら日本人でも賄えるんじゃないかなって思ったって。だけど、うん、実際来てみると、うん、やっぱこうなんていうの、そう雰囲気ってあるじゃん、人間の、はい、やっぱいいね、たっちゃん。いい。たっちゃん今、達川光雄かヌートバーかって言われてるぐらいだから。だその効果で、あの達川さんもあれじゃないですか、キーワードに入ってきちゃってる。たっちゃんが、堀米雄貴っていうね、はい、あの新潟の選手がいるんだよ、サッカー選手、はい、うちの次男坊と一緒にやってる、はい、オリンピックで金メダル取ったスケボーで、うん、あ、堀米雄斗？雄斗だっけ、はい、それが同姓同名なんだよね。それでなんかなんでこんな登録者が増えんのみたいな。間違えて。もう達川さんもさ、あれ SNS とかやると、うん、同じタッチャンで、そうですよ、カーン来るかもわからん、ね、だからタッチャンで出しちゃえばいいんですよ、 SNS。 そうこれとね、タッチャン、商標登録、はい、登録、うん、しといた方がいいよ、達川さん。あ、達川さんの方がですよね。そうこっちのタッチャンじゃなくて、まあ、ヌートバーでもヌートバーにあげたいね、ヌートバー選手にタッチャンはあげたいですけれどもね、はい、あ、そうですよ。で、かっぱ橋で、はい、あのペッパーグラインダー売り切れ、なあ、大きいものが本当な、何が売れるか分からないですね。いや、家で動画撮ってるじゃん、はい、ね、うん、これ使おうかって言ってたら、はい、捨てちゃったって。なんでもったいない。いや、こんなになるとは思わないじゃん。そう捨てちゃったもうちっちゃいんだったら言うみたいこれじゃさ、どうしようもないから。そうですよね。本当に今大人気、大活躍のヌートバー選手なんですけれども、もう12チームの日本のファンが、いやー、これ WBC 終わっても見たいな、見られなくなるのがつまらないと。もうね、メジャー禁止。帰るの禁止、ダメって。やっぱ、ね、カジナルスダメ、帰っちゃう。なんかこう明るくしてくれるような、そんなオーラがあるよね。頑張りましょうっていう、まあ、それと一生懸命やるよ。もう全てが全力ですもんね。そうそう、で闘争心あるしね、はい、デッドボール当てられてこうやって睨みを消しながらね、治療に行くとか、まあいいね。いや、あのメジャーリーガーってもうちょっとなんかすごい大雑把な野球のするところなのかと思ったら、ああいった選手もたくさんいるんですね。いやー、でもさ、うん、感動するじゃない。しました。国際結婚してお母さんがね、うん、アメリカで産んで、うん、ヌートバーを、はい、そしたらなんか高校のジャパンがヌートバーを可愛がって、うん、で自分の夢が日本の代表になるっていうね、うん、それが叶うってないぞ、お前。そうですよね。もうお母さんなんか、うん、もう本当に嬉しいと思うよ。あの東京ドーム、誇りだと思うよ。そうですよね。東京ドームの時に あの撮ってましたもん、やっぱり。いや、そりゃそう。ヒーローインタビュー。そりゃ撮るよ、お前。まあ、そりゃ撮るよ、撮ってましたって当たり前に言うけど、そりゃ撮るやろ。あのタッチャンも来てましたからね。
おじいちゃんの。あの本当の達人。本当の達人が来てた。リアル達人が。いや本当だ。いやいや、だからもう本当誇りだし、はい、なんか日本に帰って里帰りしてね、うん、お母さんがアメリカに帰るときはいや帰るの嫌だっつって、うん、まあ子供ってそんなもんだけどさ。まあそうですね。まあだけど、はい、なんかねアメリカでまたそのメジャーの夢を叶えて。でこの度ねジャパンの夢を叶えて、でそうですよ大活躍、ね、で大活躍でな、うん、本当にもう日本に残ってほしいよな。いや本当ファンの間ではどうにかしてじゃあカージナルスからもらえないかとかうちに来てくださいとか言ってるんですよ。絶対もらえない。でじゃあヌートバー選手、うん、日本に来たとしたらこれ移籍とかトレードとかで来るとしたら、うん、いくらぐらいになるだろうと豊さんに予想していただこうということで。いやそれはさ、はい、動画を撮ってる段階で、はい、まだヌートバー見て、うん、2試合だよ。そうです。それで金つけるってそんなさ、うん、ミーハーなファンみたいなことは言えないけど、いやでもあの玉際の強さはあれ本物ですよ。いやそれは本物当たり前じゃん。メジャーでやってんだから本物は本物だよ。本物ですよ。本物盗塁もしてくれますよ。あそうだね、びっくり。でちなみにヌートバー選手はカージナルスと単年契約なんです、はいはい、毎年で2021年は約3125万円で去年のシーズンは約7110万円ということ。今シーズン、今シーズン発表になってないのかな。発表にはね、ま、そう出てないんですよね。なんですけれどもとなるとですよ7000万円もっと言ってもいいんじゃないか価値ですよ。それは日本人から見るとね、うん、ただアメリカの打率が2割2分でしょ。2割2分8分、はい、それで出塁率が3割4分でしょ、はい、あのさ、うん、率に対しての出塁率はいいけど3割4分の出塁率っていいんですよとかコメント欄にあったけど、うん、よくねえわってあれ4割とかふざけんなよお前出塁率が悪い悪いって言って3割4分あるんですよって、うん悪いよお前こんちゃん4割とかですか。ふざけんなよ本当のお前どこを基準にお前出塁率がいいっつってんだよ。急にね豊さんの目があのメンチ切った時のヌードバー選手の目になってました。ほんまにさ言うことは言ってくれるよなと思いながら、はい、まあでもそういうコメントも嬉しいんだけどね、まあ、それに反応してくれてるなって思うんだけど、まあこれ昨年の成績、まあ、そうだね、はい、その成績から考えると、うん、まあ日本に来たら、うんもうちょっと上がるよなっていう、まあ、9000万円ぐらいですか。8、9000万円。何日本で、はい、いや1億もらってもいいよ。1億。おお、それはこの WBC の、まあ、今見た中ですけど成績ですか、それともこの去年の成績を見たらってことですか。いや去年の成績見たらそこまで出せない、ね、あじゃあ WBC でのここまでの活躍見ると1億。いやいや WBC のこの2試合で株価がこんな針振り切ったから、うん、いや本当にみたいな。そうですよ。いやだからそれはもう3億6000万ぐらい出して、うわいやそれはねやっぱり人を引きつけてくれるよあの人。確かにそれに価値があるよ。えそれ1年で3億6000万ですか。まあ、そのぐらい出してあげてもいい。しかもたっちゃんグッズも売れそうですもんね。いやもうこれなんだいや故障会社 の, あのコマーシャル撮ってくるから。ちょっと待って故障会社のコマーシャル。故障会社故障どこが出してるんだ。どこですかね。なんかいやもう取り合いだよお前。そうですよ。だから日本人も何かやりゃいいんだよ。うんうんうん。どんなんがあるとりあえず。どんなんが故障、うん、いや故障じゃなくても、うん、こういうパフォーマンスあるでしょ、うんはい、それをこうお好み焼きがこうやってかけるとか。かけるとか。ゆとかさんさっきのこれですよ。そう、うんうん、そうそう。そしたら銀行のコマーシャルだって。ああいやらしすぎる。それはやらしすぎ。それはね大谷みたいに爽やかじゃないと来ない。ダメか。こんなさこんなやってるようなコマーシャル来ない。来ない来ない来ない。ダメか。もっと爽やかに。そう銀行って爽やお金って爽やかなイメージがないと。ああでもリアルは銀取り立てみたいな感じになっちゃうからさ。お金はね、うん。だからそれはない。ないか。いやだからヌートバーをこうやってやる。うんこれね、故障作ってるところっていっぱいありますよ。あ、いっぱいあるでしょ。 SB とかもそれはね、うん、あ、SB とか、はい、ね、うん、おいしいみたいこれだけでお前価値あるから。いや、そうですよ。そうだろ。いや、ありますよ。いやいや、コマーシャル ぜひヌートバー使ってくださいこれ、おいしいかけりゃおいしいなるほど、うん、いや、なんか玉際の強さとかね
なんでだよ、美味しい。たまに屋のちょっと胡椒に何の関係もないじゃん。いや、なんかこのスパイスの効いた総胡椒とか、まあねうん、いいですね。ちょっと一味違うぜみたいな。そうそうそう。いや、それで、ね、ビジネスになりますね。ヌートバー選手はそもそもね、いろいろ商標登録したりしてビジネスもやってたりもするので、これも動画見ていただければ紹介したいんですけど。そうなんです、結構ビジネスマンだな。しかし一攫千金狙ってきてんじゃねえ。いやでもグッズ出してもいいですよね。いやでも好感持てるよな、一生懸命本当にやってくれるしさ。そうですよ。で、はい、じゃあヌートバー選手ってどこのチーム12球団欲しいかな。いや、どのチームも欲しい。巨人も欲しいですか。そら、あんなに一生懸命やってくれる選手がいたらもう欲しいでしょ。だっていっぱい通いますよ今。25歳まだ若い、現役バリバリで、うん、ね、あのセンター前の落ちそうなやつをスライディングキャッチしてくれる球際の強さ、うん、そら欲しいでしょう。センター今一応ブリンソン選手とか肩も強いからね。そうなんですよ。走攻守見せてるけど肩まだ見せるチャンスがないから、はい、でも見せてくれないと思うよ。それなんでかって言ったら、中国戦の時にセンター前を打ったんだよね、はい、タイムリーになるかなって言ったらヒットなんだけど、うん、チャージがめちゃくちゃ速いもん。あ、そうなんですね。あ、これは止めるわなと思って、うんうんうん、だからそうやって投げる前に防げるというかさ。あ、で、まあ、走ったら走ったらいいよ、肩強いから、ね、肩も強いから、うん、だから価値はあるよな。ありますね。今外野救護してるところのチームって、いやいや開けるってヌートバー、ファンが黙っちゃいない、うん、開けなさい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 そうか、花粉飛んでなくても胡椒飛ばすから胡椒飛ばして、ね、そうそうそう、どんどんかつて。じゃあ、あのソフトバンクでも欲しがります。いや、欲しいでしょ。だっていますよ、もう柳田選手だったりコンちゃんだったりもいますし、あともう一人であるんだよ、牧原がいる。あ、そうです、牧原選手います。そら牧原もう申し訳ないって、またジョーカーになってくれって言われるよ。待って、またって。いや、でもまあ競争だからさ。あ、まあ、そうか、うん、だからまあ日本で、まあ何年かやって FA 取ったら、うん、60億ぐらい出すもんね。60億、ソフトバンク。だってコンちゃんが、まあ言えば50億でしょ、はい、でメジャー経験者でしょ、うん、ね、そりゃコンちゃんの数字はクリアできないかもわからないけど、うん、コンちゃんより人気コンテンツっていうふうに考えるとさ、うん、やっぱそのぐらいの価値あるよね。いや、で、あの商品としてのね、上がりますし、本当にグッズもそうだし、だからこういう携帯出すかも、くる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 回る携帯あら、あ、そんなこっちだったみたいずれんのそれはダメでしょう、ね、なんでそれは液晶がなんか、あ、互い違いなんだよ、使いづらい経験じゃないですか。そうそう、いやだけど、うん、やっぱり人間性ってすごく大事だな。そう思いました。と、ね、人に迷惑をかけない、うん、あの時間を守るみたいな、うんうん、ね、目上の人には感謝をするっていうね、はい、まあそういうヌートバー家の家訓があるみたいな、はい、そう、あと二人とでも仲良くする、まあそうだ、友達を大事にするとかね、うん、だから本当に育ちもいいし、うん、なんかいいね、ヌートバー、あのもう本当に火の打ちどころがないというか、うん、いいですね、笑顔もそうだし、あ、うん、こんな選手いるんだなって思いました。こんなに一生懸命やってくれると思わなかったよ、うん、あの多分みんなそう思ってたと思います。蓋開けるまでは、昨日吉田のセンター前かな、うん、逆転タイムリー、韓国戦ですよね。あの時なんかもうガッツポーズ見た、すごか、見ました腕抜けてしまうんじゃないかっていうぐらい振り上げてすごかったですよね。あ、だから本当に、で感動するのが君がよ、るんですね、いや、あれをちゃんとお母さんに教えてもらって、それをやっぱ口ずさんでるという、うん、なんかねすごくいい人だな。人柄が前面出てるから、そのこれまで野球をあんまり見てこなかったっていう方でもやっぱりヌートバー選手好きとかいいねっていうふうなのが広まってますから、ね、だからもう常にヌートバーには各球団オファー出すと。出しますか。今年やりませんか今年やりませんか。やりませんか。うちで、いや、ちょっと長期契約になってたんで、カージナルスで、あ、これ、まあ、例えばメジャーの中でね、うん、でも30以上になっても体が動くとなったら、うん、今年はどうですかって、多分なると思うよ。毎年じゃあオファー出し続けるような選手ってことですね。あ、まあ、多分そうだね。これね、逆に例えばカージナルスが来シーズンからヌートバー選手単年ではなく複数年してくる可能性ってあるんですか。あ、あるある、絶対ある。あ、それ商品としたら日本も、あ、もう狙ってるなっていうことになってくると、うん、はい、やっぱ高く設定すると
いいよね。そうですよね。あとやっぱりそのメジャーに帰ってもヌートバー選手が見たいからメジャー見ようとか、ね、ありますよね、うん、そういう放映権とかも出てくるし、あるある、すごいな。夢ですけど、いつかヌートバー選手が日本のどっかのチームのユニフォームでプレーする、なんか確率可能性ってある、ある、ある、俺はあると思う。ヌートバーも日本が大好きになったと思う、うんうんうん、お互いに、はい、相思相愛だから。そうですよね。ああ、だから絶対に苦しんでメジャーでやるよりは、うん、日本で最後なんか終わりたいっていう野球をね、うん、はい、引退間際の時になんか来てくれそうな気はするよ。ああ、でもやっぱバリバリその今20代半ばぐらいの時はやっぱりまだ、いや、まだまだ、そうですよね、カジナスメジャーでやりたいですもん、ね、そそ、金額は違うもん。そうですね、これ7000万が一気にね、来シーズンボンって上がるかもしれないですし、もう本当に70億になるかもね。そういや、ちょっと待って、違う3年70億とか、ね、あ、3年ね、3年70億とか、ほんでそこでまた活躍したい、3年目迎える前に、うん、さらに6年、ね、210億とかさ、6年契約、ダルビッシュ投手みたいじゃないですか。すごいですね、可能性はある選手だよね。そうですよね、すごい、まあ、楽しみだよね、楽しみ、まあね、豊さんは、まあ、年俸ね、大体このぐらいっていうふうにさっき話されてましたけど、じゃあ皆さんが考えるヌートバー選手、ちょっと日本の球団に分からねえよファン好きなんですよ、分からないよ、そういうの好きだからファンは、まあね、俺が監督だったらこのぐらい出すとか出せんのか本当にみたいな感じで出せないですけど、出せないですけど、なんかこうファン夢のある世界ということで、ちょっとファンの皆さんもねコメント欄に書いていただければ。今高騰してるから、そう、ヌートバー株上昇中なので、はい、ぜひぜひ、はい。